ども、コミです。さて、本日は関西クラクラクラブですね、ホームクランからお届けしていきたいというふうに思います。と言いながら、実はいるのは関西クラクラクラブ別邸なんですけども、今月のね、リーグ戦、ちょっと本体から出るのやめました。30人に今、別邸クラン対戦やっております。今、これ、マスターさんかな。チャンプ1でですね、今、全くみんな防衛も育ってない上にヒーローとか寝かしまくっちゃってるんで、そうするとやっぱ課金しまくっている、税が強くなっちゃって、相対的にやっぱり負けちゃうよなっていう、ことがあり、今回はもうヒーロー寝かしでもいいよっていうことで、僕もね、ずっと、ロイちゃん寝かし続けてるんですよ、この、クラン対戦リーグ中。なんですけども、今日話すのは、ロイちゃんいなくてもバリンバリンに全開取れますよっていう話なんですね。なぜなら配置と、攻めの相性、これが抜群に良ければ、ロイちゃんいなくても楽勝なわけですよ。そこをね、お話しします。何が、どうさせるのかっていうと、サムネとかね、タイトルの通りですよ。突撃艦スパビルなんですね。今私がこの戦っている別邸の対戦リーグっていうのが、さっき言った通りマスター3なんですけども、ですね、このレベルの、リーグだったら、もう刺さる村ばっかで、マジでばっか。なので、やらない手はないし、これ以上の、レベルにおいても、サルムラたくさんあるんで、そういうね、もっと上のリーグでのアタックもこの中に含んでいきたいと思います。で、自分のチャンネルなんですけども、クラン対戦の解説動画、たくさんやっております。で、やっぱ対戦でうまくね、攻めれないという悩みを持っている方のヒントになるような動画、タウンホール12から14をメインにやっておりますので、この動画もぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録やってみたらすごく嬉しいです。で、今日の話っていうのもタウンホール12から14まで幅広く使える、アイデアをお話ししますので、ぜひね、見ていてください。で、まず、見てほしいのが、今回ね、僕の攻めが結構多いんですけどね、ごめんなさいね、なんかね、自分の自慢話っぽくなっちゃうんですが、自分がやったアタックで結構ね、話をしやすいんですね。裏事情がわかるから。はい。この裏。いや、これね、見た瞬間に、突撃艦ラバル、突撃艦スパビズか、やる人は、あ、これはやりたくなるよって思うんですよ。何がっていうと、この密集です。今この白丸囲った部分に、施設が密集しまくってるんですね。タウンホールがあります。投石2個あります。防衛エングルもあります。インフェあります。イーグルもあります。エアスイーパーもあります。こっちにもなんか、マルチインフェルノの方があったりもしますよね。あれならアーチャークイーンとかもこういうところにいるし、ロイヤルチャンピオンもいるし。もうこんだけ密集してると、ここのところはもう突撃艦、スパビズやれば、一掃できるなっていうのがもうパッとわかるんですね。で、注目すべきは、施設の間隔です。これね、拡大して見てみると分かるんですけども、これ、壁を挟んで1マスのところにこうね、施設がありますよね。こういう場合ってのはチェーンが通るんですね。例えば、ここにスパビスが落ちたとしますよね。アンフォールを狙ったとします。そうすると、この、クロスボウには入りません。2マスここにあるからですね、ここに。2マスあるから。これはダメですね。これの場合は入りません。なんですけども、壁を挟んだこういうところ。これは全部、アンフォールに入ったチェーンが、バン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 ってこう、弾け飛びます。こんな感じで。あと、このマルチインフェ入んないか。うん。1マスのところはこう弾け飛ぶんですね。そうすると、攻撃量、HP の高いタウンホールにチェーンが入った瞬間に周りが全部ぶっ壊れるんですよ。当然ながらタウンホールを壊すだけでインビジが終わらないので、まだまだその、中途半端に削った、施設をさらに、施設スパビーズが殴ってくれて、どんなことが起こるかっていうと、見てもらった方が早いと思いますね。こんなことが起こりますね。で、この突撃艦スパビでやるときに、ラバーハウンドを先に投げてから突撃艦を投げるっていう、これは絶対に覚えておいてください。絶対これ忘れちゃう、使えないと話にならないので。で、あと落とす場所もちょっとね、これから詳しく言いますが、まずはどんだけの戦果が上がるかというとこ見てほしいね。はい、こんだけの戦果が上がります。はい、ボン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 と。はい、行きます。はい、行け。まだ行きますね。まだ行きます。ロイちゃん削ってもう一発行きますね。はい、アイスウォーレムがいるんでちょっとここで固まっちゃいましたけども、いなければおそらくこの、アーチャークイーンとかもやられたんじゃないかなというふうに思います。はい。これです。19% の削りですね。で、ここが全部なくなってるんですよ。アーチャークイーン、キング、ロイヤルチャンピオン、もう虫の息ですね。はい。これだけ壊せるんですね。こうなってしまったらもうタウンホール14だったものがほぼ13と変わらないレベルの防衛力になりますよね。っていうことが起こるんですね。なので、ね、ぜひ覚えてほしいっていうことなんですけども、これを使うと、序盤で大きなアドバンテージが取れるだけでもなくて、格上も潰せるし、なんなら、これプラスヒーローパートのスーサイドっていうのを組み合わせることによって、めちゃくちゃ大きな戦果があります。で、まずはコツの話をしますね。で、
ですね、今回、ラバーハウンドをなんでここから出したかっていう話をします。出す場所っていうのがね、位置関係見てほしいんですけども、こんな風に出すんですね。この位置関係、なんでこの位置関係かっていうと、ですね、本当はですよ、本当はラバーハウンド と、突撃艦が同じ方向にこうね向かうように出すっていうのが一番まあテオリーとしてはいいわけですよ。なんですけども、考えなきゃいけないのが、まず防衛軍のいるところに突撃艦を投げる場合っていうのは、ラバーハウンドにしっかり防衛軍のタゲ取らせなきゃダメなんですね。これ気をつけてください。で、今矢印書いたこういう同じ方向にラバーと突撃艦が向かう場合っていうのはすごいシンプルです。ラバーをポンって出して突撃艦ポンって出せば、あとはもう落とすところに手動でポンと落とすだけ。これだけでいいんですね。なんですけど、今のこの攻めてる村みたいに、防衛軍のこうターゲット範囲内、この投石機の真上って防衛軍のターゲット範囲内なんで、ここに落としたい場合っていうのは、ダメです。ラバーハウンドを、少しこう角度をつけて、こっちから出すことによって、防衛軍のタゲを取ってあげるんですね。そうすると、ストライカーがね、突撃艦殴っちゃうと、突撃艦の進行速度が起こっちゃうんですよ。そうすると、目的のところに到達せずに起こっちゃうんで、そうならないようにこういうことをします。これすごく重要です。初見で攻める場合ってやっぱり何が出てくるか分かんないんで、きっちりと、ラバでターゲットを取る。で、さらに落とす場所、ここですね。今、落ちた場所分かりますかね、ここ。ここにちょうど、なんだ、クランの、なんだ、エンブレムがあるところ。これ、3マス、こういう風にマスがありますよね。空いてる、ど真ん中に落としてるんですね、ここに。なんでかっていうと、一番ね、タウンホールやるときに覚えておかなきゃいけないのが、タウンホールの近くに落とすなってことなんですね。タウンホール の、 この目の前のこういうところに落としちゃうと、爆破ダメージに巻き込まれて、タウンホール壊した瞬間に、パビズが全部爆破に巻き込まれてやられちゃうっていうケースが起こり得ます。なんで、こういうふうにですね、タウンホールから2マスないしは、1マスギリギリここのところ、あ、2マスか。2マスのところですね。に落とすようにしてあげた方がいいです。1マスのね、こういうところに落としちゃうとマジで危ないんで、爆破ダメージに巻き込まれて全部やられますから、ここはもう手動で落とすんですね。ここに落とす練習っていうのはもうやった方がいいです。練習すれば絶対できるんで、やる。で、今これね、タイミングが測れなかったんで、ちょっとね、2発目のインビジ早いんですけども、基本的には今、インビジって起こった瞬間にも効果を発揮するようになってます。これ4月のアップデート、21年4月のアップデート前っていうのは、落としてからワンテンポ効果が出るまでにラグがあったんですけども、今はそのラグがありません。なので、スーパーウィザードが、2発目の攻撃を打った瞬間ですね。ドーンって打ちますよね。でもう1発ためて、ドーンって打つ2発目のドーンが出る瞬間に、ポンって、インビジが落ちるような感じで打っていくと、ずーっとインビジの中にスパウィズが入り続けますん で、 で、そのタイミング、これもですね、やっぱ2、30回やれば絶対慣れますから、ぜひ慣れてやってみてください。で、あとはもう簡単なお仕事ですね。ここが壊せたので、ここから一番外周側、ここの部分ですね。ここの部分。ここをベビードラとかバルーンで壊していくことによって、全部こうカットした部分が縦に繋がるんですよね、こういう風に。そうするとドラゴンは当然ながら、ここには入らずにこういう風に動くじゃないですか。外周に関してはキングと、あとクイーンをそれぞれペアで歩かせることによって、ドラゴンたちのルートをこう限定していくわけですね。ドラゴンの終着点はこの辺になるということになります。で、もうこの形は簡単ですね。ドラゴンたちが外に出ないように、キング、クイーンでしっかり外周側を削っていきながら、あとはドラゴンが間違っても、こっちにね、それちゃわないように、こういう風にいっちゃったらアウトなんですよ。ならないように、しっかりと、スパミズで削ったこの部分に対して外側のここを削ってあげて、縦に長くこう、削りがつながるようにカットをする。このカットができてさえいれば、出したドラゴンをきっちりとこういう風にですね、一方通行で、狙った方向に進んでいくということになるわけですね。ロイちゃんこれいないんですけどね、クイーンのクロークも残して、まあ、こんだけ余裕で取れちゃうというのは、まあ、序盤のやっぱり突撃艦スパビズのあのアドバンテージが大きすぎるっていうことですね。で、これがミスっちゃう要因っていうのは、まあ2つ大きくあって、トルネードトラップがある場合っていうのはちょっと危ないですね。あと、ボムタワーがある場合、これもやめた方がいいと思います。
アンホール13だとですね、実はクエイク落としてから突撃艦投げてあげると、突撃艦の落下ダメージでボムタワー壊れるんですね。っていうことができるんですけど、14の場合、ギリ壊れないっていうことがあり得るので、ボムタワーの上に、突撃艦を落とすような形で、攻めざるを得ない場合っていうのはちょっとね、やめておいた方がいいと思います。そこに爆弾とかがちょっとあった瞬間にスパビルが全部やられちゃうんで、あれ爆弾なくてもボムタワーの爆破だけでやられちゃうかな。もしかしたら。結構ね、リスキーなのでやめた方がいいと思います。そこに気をつけながら使えば、使い道はいっぱいありますね。で、ちょっとですね、もう一本。今日話が長くなっちゃってごめんなさい。だいぶですね、今回、丁寧に話をしたいなと思っていて。で、もう一個はですね、これですね。今、ドラゴンパターンやりましたけども、ディガホグパターンっていうのもあるんですね。このディガホグパターンもすごく強いですので、ぜひ覚えてほしいんですが、今回はですね、もう、ラバルス、ラバ使ってきませんね。こんな感じで防衛軍が出てこないところに、出てきても、ほとんど関係ないところに投げるので、この、対空砲とロイヤルチャンピオンはちょっと怖いから、そこにはきっちりですね、フリーズをかけて序盤に潰しておいて、そこからの、インビジカを使っていくっていう感じですね。はい、こんな感じでやっていきます。さっきのタイミング、そうですよね。2発目撃つ瞬間に切れるんで、ここで切れるんですよ。なんで、はい。で、ちゃんと落とすようにしてあげるってことですね。で、アーチャークイーンを食い火の形で出していきます。で、今回のですね、攻め方の場合って、ここが削れているので、こことアーチャークイーンのこの削りをこうつなげるんですね。こうつなげる。やっぱりね、そこの、スパビルで削った部分とアーチャークイーンの削りがつながるようにするのがすごく重要です。つながるようにしながら、アーチャークイーンは、こっち側ですね、この通路を通してきます。で、こういう風に通路を通していける島型と言われる配置の場合には、ドラゴンを使うよりも、ディガホグの方が圧倒的に僕は効率がいいと思います。プランがめちゃ練りやすいですね。逆走さえしなければ、この隙間にアーチャークイーンがこう入っていってくれて、こっちから、ディガーとホグライダーをがっつり流していきながら、キングを外周歩かせるっていう、こういう、まあ、お決まりのサンドイッチ構造ですね。これを作ってあげて、しっかりとですね、各ユニットの、仕事場っていうのが、そこから逸れないようにこうね、カットをしていくって感じです。本当たまタンフォールまで壊したかったんですけど、壊せなかったので、まあ、そこはレイジクイヒで乗り切るっていう感じですね。しっかりとこれ中央部分、この、最後ね、走り切っている、マルチインフェルノのところにディガーとフグライダーがこう集まっているのが分かると思います。これは上方面、こっち側をキングでカットして、キングカットを加えて、こっちをクイヒのクイーンカットにしているので、その隙間のこの部分っていうのに、ディガホグがちゃんと収まっていたということが、まあ、実証された形なのかなっていうところですね。あともう走り切っちゃって、そこから先はもう惰性ですね。走り切ったら、あとはもう、ほぼほぼ全開取れます。ユニットがそこそこ残ってればですね。今回のケースで言えば、ロイちゃん今回もいないんですけども、ディガホグライダーがそれなりに残っていて、ヒーラーも残っているので、まあ、そいつがちゃんとですね、ディガーをこう回復させてくれながら、最後終盤まで、進行をサポートしてくれるので、まあ、このままあとは、突っ走っていて全開っていう感じですね。はい。こんな感じ。おしまいですね。いやー、結構いいと思うんですね。これを応用すると、まあ、どんなことができるかっていうのをね、もう2本見てもらいたいと思います。結構今日ね、ボリューミーなんですけども、まあ、ここまでの2本で覚えておいてほしいのは、やっぱタウンホールを狙うってことですね。突撃艦、スパビで使う場合には。で、タウンホール周りに投石機とか、防衛軍とかインフェルノ、こういった重要施設が密集している配置には、もう積極的にこれを使っていくべきで、突撃艦を使う方は絶対にラバハウンドと一緒に出すっていうのを覚えておいた方がいいです。で、ラバハウンドが先行して、その真後ろから突撃艦が突っ込んでいく場合は、まあいいんですけども、そのラバハウンドが、防衛軍を釣れないところで止まっちゃう場合っていうのは結構気をつけてください。突撃艦に、ストライカーとかがこう攻撃してくると、進行スピードが起こっちゃって途中で落とされちゃったりするんで、そうならないように、防衛軍の守備範囲に入っていかなきゃいけない時っていうのは、まあ、それがよっぽどギリギリ外側なら、今回はね、この日本みたいにこういう外側ならいいんですけども、こう中まで食い込んでいく場合には、ラバでしっかりと、防衛のターゲットを取ってあげるということが重要なんで、そこのね、応用的なところは、気をつけながら使ってみてもらえたらというふうに思います。というところで、さらなる応用編2つ見ていきましょう。まず1本目はこちらですね。TH コンピューターリーダーミダゴグさんのアタックなんですけども、今回ですね、これタウンホールの周りがすごく美味しそうに見えて美味しくないんですね。なんでかっていうと、タウンホールすごいこっち側にあるじゃないですか。こっち側に、こっち側って何ていうの、
この十字寄りの方に、こっちの壁際に。そうすると、突撃艦投げる位置が難しいんですよ。ここにもしも落とせたら、すげえ美味しいんですけど、ここに落とそうと思ったら、タウンホールの位置から見て、ここ、逆にここから、突撃艦投げないと、まあ、ここですよね。こういう風に投げていかないと、今、丸つけたこの、クロスの上に落ちないんですね。もうこんな長距離を走らせるのは、まあ無理です。おまけに、ここ、ですね、防衛軍が出てきますけども、ラバでこれ、ターゲット取れないんですよね。ギリギリ多分取れないんで、こういうところに突撃艦を投げていたら、絶対にこの辺の、エアスイーパーとか、その辺で落とされるのが、まあ、関の山ですよね。なので、かといって、こっちのじゃあね、ここに落としていっても、なんら美味しくないですね。この辺のなんか金庫とかを一生懸命殴ってくれて、まあ、終わりかないしは、まあ、隙間が結構あるんで、テスラとか巨爆があって、まあまあ、まとめて全部、五輪中されるっていうパターンになっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけども、では、こういう時どうするか。逆にこっちが美味しいんですよね。イーグル砲、防衛軍、クロスボウ、がっつり揃ってます。そこに対して、ギダゴグさんは、突撃艦、スパイズを回していくわけですね。ラバーハンドでしっかりターゲットを取ってきます。やっぱりですね、ここまで落とそうと思うと結構距離長いんで、ラバーを使って安全に、対空砲とかですね、または、黒風船と呼ばれるホーミング爆弾のチェックをこんな感じしながら、これね、もうイージーですよね。ラバーハンドの真後ろをこう突撃艦がついていくと、全然突撃艦はノーダメージですよね。こんな感じで狙ったエアスイーパーの上に落として、この手動で落とします。で、落としてからインビジです。これね、気をつけてください。落とす前にインビジ、ちょっと持たないです。タウンホール13以上の方っていうのは、スーパーウィザードプラス5枠持てるんで、落としてすぐインビジ、ポンポンって打って、落としてインビジ、レイジっていう感じで、ポンポンポンって打っていくのが一番効率いいですね。で、2発目のアタックを打つ手前ぐらいでこう投げ、かけていく。これもうかけるのか、こんな感じ。ね。かけていく。このタイミング重要ですね。そうすると、なんと、投石機2個プラス、相手の防衛軍、この辺を全部一網打尽にしてくれるんですね。ほら。真ん中がもうがっつり開いちゃったっていう感じなんですよ。ここまでスーパービーズで削れちゃうと、だいたいまあ 20% ですけども、真ん中にあった重要施設がもうほぼほぼないですよね。これはちょっとえげつなさすぎないかっていう感じですね。で、残ったところはキングと、あと、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオンで潰していくわけなんですけども、まあね、これからどうなるのか見ててください。あのね、多分、宮さんが今想像している以上に伸びますね。アイスウォーレム2体使って、キングをなるべく延命していますよね。で、キングがですね、このタウンホールをね、折る要になってくれるんですね。で、ロイヤルチャンピオンで、ここ、このマルチインフェルノを折っていって、まあ、こっち側に関しては、ベビドラバルーンで折ってきましたよね。で、さらにロイヤルチャンピオン、中央部分にあるこのクロスボウも、こんな感じで殴っていて、まだ、ヒーロー全部スキル残してる状態ですからね。で、ここでアイスゴーレムがさらに弾けて、スケルトントラップが出てくるものの、もうタウンホールがほぼむき出し状態。そこにアーチャークイーンがもう滝を取ったんで、もうこれはもうタウンホールが破壊確定的ですね。落としていくことをもう、見越してラバーハウンドとバルーンを出すんですが、この時点でもう破壊率 56% ですね。あの 60% 分ぐらいはもう余裕でヒーローで潰しちゃっている。でもラバルを出すのは本当おまけっていう感じですね。で、まあ、これをやっぱさせるのが、あのヒーロープラスペットの強さでもあります。あのペットがやっぱりいることによってヒーローパートの伸びが半端なく、すごくなってるんで、それを使ってですねヒーローを伸ばすときに、タウンホールを壊せなくてもこういうね、施設が密集しているところのど真ん中に、突撃艦スパイドを落とすことによって、中心部から外周へのダメージってこういうダメージですね。これを全部カットしたんですね。カットしておいて、でキングクイーンとかで、残ったこういうところこういうところだったり、こういうところをこう削ってあげるような動きをするわけですね。ムーブをしてあげると、まあ、真ん中の部分はもう削れちゃってるんで、あと残ったこの部分っていうのをラバルを回すだけみたいな感じになっていく。ね。まあ、こんなような形も作れます。これ結構ですね、うちのジョーカーさんとかですね、結構いろんな方がやっぱやってます。タウンホールをスパビスにやられないように対策してる村は割とこういうのが刺さりやすくなるので、もう、やっぱりドラゴンラッシュ、ディガホグ、あとスーサイド、まあ、あらゆることに応用はできるんで、まあ、そのやっぱりその、スパビズやった後のその、対応の幅広さですよね。というところもやっぱ魅力の一つなのかなというふうに思います。で、最後、ちょっとこれも見てほしいというふうに思うんで、もうちょっとだけお付き合いください。
これですね、ポンコツのボンクラの一枠なんですけども、これはね、ちょっと映すかどうか相当迷ったんですが、まあ、格上、タウンホール12から13のアタックだったんですけども、それでもやっぱりですね、取れるぐらい、配置によってはこの攻めが強いですよっていう、ね。このやってることはですね、今こう手動で突撃艦をちゃんといい位置に落とした、この位置ですよね。2マス手前、わかりますか ?2 マス手前、タウンホール2マス手前、ここに手動で落とした。っていう点を除いては、あとは、ま、他の今まで言ってきたことと全く同じなんで、この後のディガホグ展開もですね、すべて同じなんで、もう、細かいところは言いませんけども、こういうことができますよっていうことですね。で、なんちゅうんすかね、これ、これ本当はクラン対戦の、ま、リーグとか、大会とかね、これやったらもう、ね、椅子の上にもう立って、やったーって言うんですけど、今回ばかりはちょっとさすがにね、微妙でした。やっぱりね、この、番組的にって言っちゃあれだけど、ドプル3対ボンジュールさんっていうね、タウンホール13同士のそのマッチングっていうのが一つキーになっていた中で、偵察行ってくれっていうね、指示だったんですけども、それをね、こう思いっきり、まあ、ワンチャン狙ってみようかなって気がなかったといえば嘘じゃないんですけども、正直言っていけないと思ったんですよ。でいけないと思って、で、ただ、突撃艦スワリーズのね、イメージをちょっとドズルさんに持ってほしいと思ったんで、やったんですが、まあ、それだけだと、その後ちょっとね、どう展開するかってところも、なんかイメージ持ってほしいなと思ったんで、まあ、ドズルさんがよく使うですね、ディガラッシュ。まあ、僕、ディガラッシュはあんま得意じゃないんで、ディガホグにしたんですけども、ちょっとこんな風に展開できませんかっていうのを見てもらおうと思ったんですが、思いのほかですね、今の突撃艦スワリーズのパートがうまくいきすぎたんですね。ちょっとまあ、なんなら見直してもらうと分かるんですけども、インビジ撃つ場所が一発目ここなんですね。で、二発目ここなんですね、こういうふうに。で、こうすることによって、タウンホール側に、スパミズがこう寄らないように、うまく、調節して、なおかつ、ここの、こういうですね、施設、まあ、丸つけたこっちの施設が、インビジに入らないギリギリのところにこうインビジを落とすのを狙ったんです。で、まあ、早くタウンホールが壊れてくれればいいんですけども、ちょっとね、そこまで狙ったもんだから、で、うまく決まったもんなんで、ちょっとね、思いのほか伸びちゃったっていうことでね、まあちょっと、結構、もし複雑ですね。うん。まあ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 、ドズルさんいいよって言ってくれたからね、本当にそれに救われたので、もう言葉に甘えて、やりましたっていうことに、まあさせてもらおうかなって、ちょっとね、甘いけど思いますけども、うん。まあでも、まあ言いたいのはですね、これぐらい綺麗に決めれば、タウンホール 12vs13 で投石機が2個ちゃんとあるような配置に対しても、インビジ1個残して、クロー君も残して、結構余裕で全開が取れちゃうぐらい、強いんですよってことですね。タウンホール12以上であれば、レベルマックスのスーパーウィザードを持っていけますので、もう、突撃艦スパビズの強さ的には、タウンホール14でも通用するレベルの突撃艦スパビズができちゃうんですよね。できちゃうので、まあ、当然ながらその破壊力であれば12の施設だったらもうあっという間に壊せちゃうっていうことですね。で、そこをまあ13か、まあ、13、12レベルの施設だったらまあ簡単に壊せちゃうっていうこと。でそこから先はもうあと火力の下がった村をいかに効率的に、まあ、ドラゴンを使うでもいいし、ディガホグをこうね、クイヒディガホグ使うでもいいしやっていくかっていうことになってくるので、まあ、そこからのこうね、展開のまずさっき言った幅広さっていうか、バリエーションの広さというところと、施設のその密集してる場所、で、あとどこにどういう風な形でラバと一緒にね、組み合わせて落としていくかっていう、そこの落とし方。で、やっぱね、手動で落とすタイミングですね。2マス手前に落とすっていう。ここをしっかりと抑えながらやっていきさえすれば、まあ、こんな感じでものすごい大きな戦果が上がる戦術ということで、これですね、やっぱ今の環境、インビジがすごく使いやすくもなっているので、ぜひね、覚えておいてもらうと、まあ、これから先長く、こっからいろんな戦術にこう派生して、楽しめる、まあ、すごく強い戦術なので、これですね、皆さんの、まあ、その、持ち札の一つに、ぜひしてもらえたらというふうに思っています。はい、というところでですね、本日はちょっと長くなりましたね。突撃艦スパビズに関してちょっと深めに話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか?タウンホール12から14まで幅広くですね、ほんと使える戦術なので、ぜひね、試してみてもらえたら幸いです。
で私のチャンネルなんですけども、タウンホール12、14まで、幅広くですね扱って、今回14のアタックが多かったかなと思うんですが、まあ、12とか13のアタックもどん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 上げていきますので、ぜひね、クラン対戦ちょっとこう悩み持ってるとかね、うまく全開が取れないちょっとしたこうコツを知りたいなんて方がいらっしゃったら、これからもぜひ見てもらえればというふうに思いますし、今回の動画も参考になったなというふうに思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しいです。というところで、長くなりました。本日この辺で動画を終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。